はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですねドラゴンキラーをね紹介していこうと思います。ドラゴンキラーは、まあ、その名の通り竜を殺すものです。今回のバージョン 3.0 のモンスターハンターライズのアップデートによって、まあ、新しいモンスターがねいろいろ追加されたんですが、久しぶりの登場となったバルファルクさんのね装備がねもうあまりにもねドラゴン族をね目立っておりまして、バスターブレイダーといったところ、もうまさにバスターブレイダー。さあ今回はこのバスターブレイダー装備を、ご紹介していこうと思います。今回は珍しく飛翔危ない、あ当たる、危ねえ、飛翔竜拳というねこのめちゃくちゃのゲージが溜まりやすいこれを採用しておりまして、入れ替え技でほい。さあそろそろ溜まるぞ、よし溜まった、よしいいぞ。でですねこの装備実は竜気活性という、まあ、今巷で話題の、まあ、スキルを採用しておりまして、体力をですね 80% 以下にしないといけないんですよ。あそうこの状態ですね今これ、この状態になると今体力ゲージの上に、まあ、そのなんだ竜の足のマークみたいなの出てるの分かります？これね竜属性アーレになってるんですよっていうことなんですよ。これまあ後で細かく説明しますけども、とにかくですね体力を 80% 以下にして竜気活性というスキルを発動するとめちゃくちゃ火力が上がるというね、ぶっ壊れレベルで火力が上がるっていう、そういうことです。なんか団結の力と魔導士の力とガーディアンの力全部つけるみたいな感じですね、イメージで言うと。ドラドーンこれね今回竜気活性発動してるとなんと属性耐性も50上がるっていう、まあ要は非耐性が今50になってるんですよ。ということはつまりですねリオレウス君の虫、リオレウス君の攻撃、まあ大体炎属性なんですが、かなりダメージ抑えることもできると、火力が上がってで防御力も増えるというね。これ届く、これ大丈夫、あ届くわ、おい食え。で体力が基本的に 80% 以下を一生維持し続ける必要があるんですよ。この武器結構ね癖が強いです、癖が強い。体力が81% 以上になってしまうとスキルが死にます。いけ、シュル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 、こういうことがあるんですよ。なんかその調子乗ってると危ない、ぶー死ぬっていうね。これで 80% ぐらいで止めなきゃいけないんで、回復やグレート飲んだら途中でコロリンして全回復はしないようにするって感じ。怖い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 、あいつの攻撃ためすぎなんだよな。でこれ空中飛んでるんでね、ヌシュリオレウス君だから飛翔竜拳結構当たるんですよね。あこけていくで外していくが、さあしっかりとここは切っていきたい。うい203ですよ、普通にね200超えるってなかなかないんですよ。この斧の分回しのダメージが200超えるってなかなかないんで、ものすごいダメージ入ってる証拠なんですよ。マジでドラゴンキラーバスターブレイダーやばい。で回復するんですけどコロリンして止めるっていう、全回復しちゃうとスキル切れちゃうんで、これ結構難しいんですよね、止めどころ結構難しいっていう。はいゴリゴリひるんでいく、もう一回 OK、 さあもう一回いこうか、そろそろチャージしといた方がいい。おーいいね、おいしょー、オーケー、ほいでチャージしてもう一回、さあそろそろ張り付いていくか、行こう、おら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 、もう必死だ、いけっとー、もう一回やばすぎる、なんだこのパンパンゼミ強すぎるぞ。よし切れ味赤だ、切れ味赤はやべえ、切れ味赤はさすがにやべえ、切れ味赤って、このねこの武器癖強すぎて切れ味が白の次赤っていうね、癖強すぎない、緑とか青とかないんですよ、白の次赤っていうね、ぶっ飛びすぎ、いったねー、あー OK 終わった。これねこんな感じでまあすごいダメージ出るんですけど、これでですねなんとですねムシリオレウスで4分41秒、これ結構ね僕の中では相当早いんですよ。主をね0分張り
で倒せる武器、僕のプレイングレベルでなかなかねないんですよね。ってことはこれ僕のプレイングが上手いんじゃなくて武器が強いんですよ。武器が強いんです。まさにバスターブレイダーといったところというわけでね、このぶっ壊れ装備の、ね、詳細を解説をしていきましょう。はい、それでは装備詳細の解説をやっていきましょう。今回使っている装備は龍天剣舞ロスドナータ。この武器ね、バルファルクさんのね、武器なんですけども、マジで強い。完全にね、龍属性を目立ってきてる。あ、ちなみに今回の装備名が一番気に入っていて、装備名ね、ドラゴンキラーって言うんですけど、ドラゴンキラーって言うんですよ。龍をね、全滅させるっていう武器ですね。で、この武器の性能をね、見ていきたいんですが、攻撃力がそもそも180ありますと。ちょっと低いですね、これは。これ低め。ただし、切れ味、白。長いですね、白が。白長い。で、白の次、赤っていうね、もう極端。なんか、青とか緑とかもうないですからね。もういきなり赤っていう。白い使い切ったらもう赤になっちゃうから、まあ常に白を維持して戦っていくことが必要と。で、龍属性は37ありまして、これかなりね、強いです。龍属性37、他のね、属性値って、まあ大体28とかね、まあ、まあ高くても、まあ40とかぐらいなんで、これかなり高い方なんですよ、37って。で、さらにスロットが2空いていて、強属性瓶である。強属性瓶はね、かなり溜めやすい方の部類に入る瓶なので、まあ、強撃瓶だとまたちょっとね、わけ違うんですよ。この例えばこの、バロールとか、これ強撃瓶なんで、溜めにくいんですけども、非常に、ちょっとストレスなんですけども、強属性は結構溜まりやすいんで、まあ、割と使いやすいかなというふうに思ってます。でですね、こいつのね、百竜強化が、面白くて、かなり。攻撃力強化と、まあ、竜子特攻はあるんだけど、これ、天使竜の魂。竜属性やられ発祥時、竜属性攻撃値を 1.2 倍すると。つまりですね、これね、強くなるんですよ。竜属性やられが発祥すると。で、ちょっと後で、一応ね、スキル解説しますけども、竜属性やられに自動的になれるんですよ。この装備は。なんで、これが必ず発祥して、竜属性の攻撃値も 1.2 倍できるっていうことで、これかなり強くなります。はい。でですね、今回のこの装備ですね、装備。装備はですね、バルファルク石ですね。この竜気活性レベル5っていう、このスキルですね。これ一応おさらいしておくと、これマジぶっ壊れスキルでございまして、体力が 80% 以下の時に、特殊な竜属性アレを発症しますと。で、竜属性アレっていうのは、基本的に、雷属性とか水属性とか、麻痺属性とか、属性値が全部無効になっちゃうっていう、そういう、特性があるんだけど、特殊な竜属性アレ、この竜気活性による竜属性アレは、竜属性の、属性と元気属性の属性、この2つだけは有効という、そういう特殊な仕様になってるんですよ。だから竜属性武器と元気属性武器であれば、この装備使えますっていうことなんですね。で、逆恨み、これはまあ、体力が赤い時にね、打点が上がるっていうことで、まあこれは別にあってもなくてもそんな変わんねえけど、まあ、たまに強いっていう感じですね。まあ常に発動するのは難しい。で、支柱に勝つ、これ強いっす。竜気活性で特殊な竜属性やられになれるんで、これ状態異常じゃないですか、竜属性やられって。状態異常になってる場合、スキル発動して攻撃力がプラス20されるんで、まあここで攻撃力が一気にまた 1.1 倍で上がって、ここでも上がるって感じなんで、めちゃくちゃ強い。感じになってます。でですね、弱点特攻は勝手に出てくるんですけども、弱点特攻あるんで、一応超回心入れました。まあ、ここ超回心じゃなくて、強化持続とか、まあ、スラッシュアックスで、必要なね、なんか、スキルとか、あとシンプルに攻撃とか、にしてもなんかいいかもしれないですけども、なんかロマン性を求めて、回心攻撃値 1.4 倍にできるんで、一応 50% でね。なんで、超回心をぶち込んであげたっていう感じですね。まあ、ここはお好みです。で、高速変形レベル3はこれ必須になってまして、で強化持続レベルはね2までしかなんなったわ。これね、前の装備の時も言ったんだけど、これね、僕ね、ゴミを守りしかないんですよ。高速変形レベル2、竜属性攻撃強化レベル2、スロー2っていう、なんかね、あんまり強くなさそうな思いしかないんで、こんな感じになってるんですけども、もうちょっと強いね、スロットがね、2個空いてる、22っていう相手の守りを持ってる人は、高速変形レベル3の、強化持続レベル3まで行くかなと思いますね。で、今回の、装備は、竜属性攻撃強化レベル5まで入れてるんですよ。これさらに竜属性攻撃値を 1.2 倍して、竜属性攻撃値にプラス4してるんで、もうほんとドラゴンキラーなんですけども、これを入れることによって何が起きるかっていうと、砥石使用高速化とか入んないんで、
切れ味がねきついっていうこの武器。これほら白ゲージ、まあ、言うて長いけど、まあ、パンパン攻めとかしてるとすぐなくなっちゃうんで、この武器の課題はね、強いんだけど課題は切れ味ですね。切れ味スキル入ってんでしょ、ほら切れ味スキル入ってんですよ。なんで、切れ味はもうほんとね、閃光弾とか投げて、相手がひるんでる隙に研ぐとかしかないです。はい、それしかない。ロマンを求めた。それが嫌な人は、ここに技物とか入れとくといいかもしれないですね。超回心のところに技物とか入れとくといいかもしれない。はい。で、回距離アップレベル1は、これ僕ないと、マジでもダメな体になっちゃってるんで、回距離アップレベル1は、まあ、趣味ですけど、これ、ないとダメな体になっちゃってるんで入ってるっていう、そういう感じです。装飾品はね、さっき見ていただいた通りなんですけども、まあ、一応紅葉、紅葉、波竜、跳躍波竜、超新、超新、超新、波竜、側編、みたいな感じになっております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。登録名もね、ドラゴンキラーっていう名前にしてるんで、皆さんもよかったらドラゴンキラー装備作ってみてください。めちゃくちゃ強いです。ただし切れ味がすげえめんどくせえ。皆さんも一緒にね、全世界のリオレウス抹殺しましょう。それではまた次の動画でバイバイ。